こんにちは、さやです。今日は、ちょっとゲーム配信もするんですが、お家で今、ハマっているスナップエンドウを剥いていきたいと思います。皆さん、スナップエンドウの食べ方って知ってますか？なんかね、若いって言っても、私よりも下の人たちだと、これで食べるんですかっていう人もいるぐらい、なんかメジャーじゃない食べ物らしくて、私は実際問題、おばあちゃん家で、これを剥いてたことがあるので、ちっちゃい頃、小遣いもらうのに。なんで知ってるんですけど、ピチってここやって、シューってやって、で、こっちからも、お尻からも、プチってやって、シューってやって、で、これが筋。こっちが身。で、こっち側にもついてる場合があるんだけど、こっち側は意外と柔らかくて食べれるケースが多いので、これをこのまま、このボウルに入れていきます。ひたすらこれをしていくっていう作業をやった後、ミキをあげたいと思います。これはさっと茹でて、明日のお夕飯にしたいと思っています。この部分をね、プチッとって、上にちょっと取るだけなので、ひたすらもうこのスナップエンドウをプッチン、硬いんだよな、これが思ったより。シュー、でも綺麗に取るときはね、すっきりするの。で、お尻の部分をシュッと取る。全部一気に一回取れちゃうと、お尻の部分はあんまやらなくて済んだりとか。結構な量あるでしょう。お得用っていうやつなんですけど。こうやって取っていきます。まあ、今日ひたすらこの一パックか。で、何本入ってんだろう。約400円かな、お得用で。よいしょ。こう、スーッとして、お尻をプチッとして、こんな感じですね。ここにくぼみができるので、わかりやすいかなと思います。これからスナップエンドを食べるときに、一応食べ方の参考になればなと思って、あげてみました。これよりもかなりね、小ぶりなものは結構スーパーで売ってるんですけど、これは結構食べ応えのある大きいスナップエンドウです。これをね、ドレッシングとか、うちの家族だと、マヨネーズ入れたり、マヨネーズで食べたり、ドレッシングで食べたり、まあその人によってうちは全く食べ方が違くて、私は生姜とドレッシングを合わせたものをひたすらつけて食べるっていう。ただ一応色合いのために塩茹では薄くするんですけど、ほとんど味付かない程度の塩ですね。もうひたすらこんな感じで綺麗に取れるような努力を。でも今回のスナップエンドウはちょっと前回より硬いかなって思ってます。でもね、これね、琥珀とかね、雪が美味しいって食べてくれるとめっちゃ嬉しいんですよ。手は緑色になるけどね。そう、琥珀とリンゴと熊がね、美味しいって食べてくれるたびに、ああ、また買おうかなと思うから、ちょっと手間なんだけど、もうこの時期しか、この大きいスナップエンドウって実は食べれなくて、なんか春に近くなってくると、この大ぶりのスナップエンドウがスーパーで実は売ってることがあって、これはね、ほんと煮物のとかの上にたまに乗せてる人もいるんだけど、そうやって食べるっていうよりかは、ほんとこのまま茹でて食べるっていうのが向いてるっていうスナップエンドウですね。これは結構色綺麗で、ここになんか筋ついてるのだ。こうやってなった時にこっち側にね、筋がついてる場合があって、
まあ、筋もピーって、反対側の筋も、こうやって、画角悪いね。こうやって取ってあげると、両方綺麗に筋が取れるっていうんだけど、こっち側の筋はね、結構ね、硬くなくて柔らかいものが多いから、うちでは基本取らないです。食べて口に残ったら出してって、いや、ちょっとお母さんの物臭をしています。そうだな、この一パックで一晩の夕飯分ぐらいいっちゃうかなってぐらいなんですけど、食べ方はほんとシンプルに、ドレッシングとか、マヨネーズとか、あとお塩とか、みんなそれぞれ好きな食べ方で。ただ剥いてる私はひたすら、手が緑色になる、青臭くなるっていうものですね。うん。こうやって、できた。ねえ。エンドウの続きやりたいと思います。プシュー。で、硬かった。シュー。チャッ。これをね、一パックやるとね、手がめっちゃね、青臭くなるんだけど、でも、家族がね、喜んで食べてくれるから、さっきも言った通り、剥いてます。今ね、ボールね、こんな感じ。今回はね、ちょっと色が悪いんだけど、茹でると綺麗な緑色になるので、やっていきたいと思います。ちょっと今切れちゃった。しとれた。で、こうやってね、今ね、ちょっと筋が切れちゃって、取れないものもあるんだけど、まあ、うまくカバーをすれば取れます。権利がありませんとか出たらブロックされたって。うん。権利ありませんも何も出なかったら、ただやっぱグッてるだけだと思うけど。シュー。こうやってちょっとうまく取れなかったから。シュー。うん、取れたかな。真ん中残ってるけど、まあこれはしょうがない。これをプッチンシュー、そしてポイ。ひたすらスナップエンドを剥いています。こっちがね、筋のゴミなんだけど、今容器持ってくるの忘れちゃったから、こっち捨てるからね、パックの中に取って入れちゃってます。こんな感じかな。ちょっとアップすぎかな。もうちょっと下がった方がいいね。これ以上下がると大変なものが映っちゃうからね。もうこんな感じで、なんかね、まあ、なんだろう、料理好きな人でもこれどうやって食べるのっていうものがあると思うから、これからさやは旬のものとか、こうやってちょっと、どうやって食べるのっていう、ちょっと若い子って言っても、まあ私の年齢過ぎてもね、なんかその食べ方を知らないって人もいるから、そういう人たちに配信して、食べ方を教えてあげられたらいいなと思っているので、たまにこういう動画を撮ろうと思っています。で、プッチンして、あら、切れちゃった。プッチンして、シューってして、お尻もプチンって、ちょっと。ひたすらこれ。シューっとして、プチッとして、シューっとして、これやるとね、爪がね、ちょっとこう、わかるかな？ちょっとね、毛羽立つんだけど、これはね、手洗えばすぐね、どうにかなるか。気にしない。気にしない。シュー。これでもね、やってるとね、結構
気持ちいいんだよね、シューって。シュー。ね、これも、ちょっと筋が出ちゃってるから、後ろシューってやるようかな。まあでも、うちは基本、私が、物臭ではないんだけど、その、なんていうのかな、筋切りを、筋取りをちゃんとしちゃうと、食感がなくなったりする場合もあるから、私的には、一応、大元のね、大きいこの筋は取るけど、口に残る筋は食べれたりもするから、まあ、いいかなと思って。筋をやりません。よいしょ。こんな感じでね、ひたすらプチプチ剥いていきます。シュッ。逆からやっちゃった。まあ逆からでもいけるんだけどね。こっちをこの人はここ、あ、やりすぎた、やりすぎた、中身が出た、中身が出た、やばいやばい、中身出ちゃった。いや、後ろのすり取れたから。ちょっとね、失敗するとこうやって中身の豆が見えるかな。サヤエンドウの中身のお豆さんがこうパックリ出ちゃうんだけど、これもこれで美味しいです。もうこれ茹でちゃえば一緒だからもう入れちゃいます。あとね、あと5、6本ぐらいかな。これはね、ちょっと腐っちゃってるから多めに切っちゃいます。ちょっといいものを買ってきたつもりなんだけど、稀にね、こういうものもあるから。よいしょ。この部分もちょっと切り落として爪で、してきた。で、ここも、こう、力ずくでブシッといって。ただ、難点はね、力がいることなんだよね、これ。私は親指の爪をちょっと伸ばしてて、こういう野菜を剥くときに親指の爪が使えるように、ちょっとだけ、普通よりは見えるかな、出てたりかな、これぐらいか。ちょっとだけね、ほんのちょっとだけ、こうやって見えるかな、ちょっとだけ伸ばしてるのね。これは野菜剥いたりするときの筋取りのときに爪でブチって切れるから、爪をね、こういう野菜用にするためにやって長くしてます。 AB 以外はもう全部深爪に近い状況ですね。全体的に爪がない感じ、わかるかな、ほとんどないです。こっちもほとんど深爪状態です。こっちのエビは、そういう料理に使うから、ちょっとだけ残してあります。面白いでしょう。なんかね、おばあちゃんの知恵じゃないんだけど、おばあちゃんがよく爪切るときに、私のおばあちゃん、98歳で亡くなったんだけど、去年。おばあちゃんがよくちっちゃい頃に、利き手の親指の爪だけ伸ばし、ちょっとだけ伸ばしといた方がいいよって言ってて、なんでって聞いたら、野菜の処理とかをするときに、親指って、包丁とかの代わりにこうやって使えるから、ちょっと残しとくといいんだよって、言ってたのを思い出して、最近は、ちょっと親指だけ切らないように。切っても深爪しない程度にちょっと、その刃物ではないけどね、ちょっとだけ残せるように、こう、つまんだ時にできるように、もうあと一本だけ、こうやって残してます。よいしょ、シューッとして、シューッとして、はい、額変えます。これがね、これ中身だった。これがね、全部ゴミです。筋です。で、はい。あっという間に、これだけ。よいしょ。ちょっとね、やるね。これだけ、剥いちゃいました。これを、これから、
ちょっと塩茹でしたいと思います。よいしょ。よいしょ。よいしょ。ちょっと待ってね。スナップエンドウの、ね、なんかその大きい画角で、ちょっとお待ちください。ちょっとまな板洗ったりするから、音がガチャガチャ止まるかもしれない。握力弱い私だとちょっときついんだけど、まあ本当にまあクマって言ってるのがまあ通常うちのパパさんです。まだ皆さんに紹介はしてないんですが、まあクマことうちの父親がまあ琥珀と僕の父親で、まあ、まあまあ画像ネームクマの方が正しいかなっていう見た目なのでクマにしています。そして、ね、まあちょっと塩固まっちゃってるからなんだけど、ボンって1個入れて、こういうの、これまだね、沸いてないお湯だから、ちょっと、これで、湯がいていきます。このお湯を、しけちゃったんだけどね、お塩。もうまた、ちょっとスナップエンドとか確認いたします。このね、イヤホン映ってるね。よいしょ。これお湯沸いたら、スナップエンドを入れて、パッと茹でて水切りしてお水で締めると美味しいスナップエンドができるので、湯は沸くの早いから、じゃあ IH じゃないのでガスなので、ほら見て見て、お湯沸いてる、まだ完全じゃないけど、ちょっとお塩をねしけちゃってるから崩しながら、で、これで完全に沸くのを待ちます。スナップエンドウちゃんです。ちょっとね、私の雑さが分かっちゃうんだけど、ここに映ってのサラダ油で、今日使った味噌汁の味噌しまい忘れてるし、あれなんだけど、もう本当に私は料理好きで、結構料理はいろいろ作るから、あれなんですが、このお湯が沸いたらスナップエンド入れられるんだけど、お湯沸かすのにね5分ぐらいかかるかなと思うので、ちょっと置いていきたいなと思ってます。今ねそれプラスねちょっとまあちょっと古くなっちゃったオレンジジュースを今ね、すごい画角最悪なんだけど、オレンジジュースの寒天寄せですね、プルンプルンってオレンジジュース、ね、つぶつぶオレンジのつぶつぶオレンジの寒天寄せを作っときました。これは明日、琥珀ちゃんとリンゴちゃんと私がおやつに、夜のデザートに。あ、これね、うち冷蔵庫ぶっ壊れてる。ここがね、実はそこ抜けてて、で、ガッて開けると大変なことになるから、
バッテンにしてます。これ開けるなって前書いてあったんだよね。そろそろ沸くかな。もうちょっとちゃんと沸いてほしいかな。こんな感じです。今もうちょっと沸いてほしいね。ボッコボコに沸いてくれた方がいいんだけど、ちょっとね、まあこれで少しでもなんかそのわからないものが皆さんの役に立てればいいなと思って、おばあちゃんの知恵袋をやってみました。さやは、どっちかっていうとおばあちゃん子で、おばあちゃん大好きで、結構おばあちゃんにべったりだったので、そろそろいいね、入れます。ジャバ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 。でこれで5分ぐらいかな、茹でていきます。とここに傷んだのあるんだけど、まあ茹でちゃえば大丈夫だから、これで5分ほどお箸で混ぜ混ぜるんるんってして、ね、わかる？さっき色悪かったやつがさ、足を入れるとほら綺麗な緑になるのよ。これ何にも画像いじくってないのね。素の色なのよ、スナップエンドウの。お塩を入れて茹でることで色合いが良くなったりする野菜が結構多くて、スナップエンドウもその一つなんだけど、明日ちょっと琥珀ちゃんがもしかしたらお弁当が必要かもしれないから、これ 2,3 本5本ぐらいかな、お弁当に入れようかな。で、あ、ゴミ入ってた。まあいいや、ね、私適当だからさ、たまにこの中にゴミ混ぜちゃうんだよね。よいしょ、これで少しの間ちょっと混ぜたのが強火で、ちょっとねキッチンタイマーを持ってきたいんだけど、ちなみにうちのキッチンタイマーはティムさんの牛さんです。5分つけてタイマーセットしておきます。ちょっとね、これね、便利なことにちょうどカップラーメンの蓋の押さえるのにもなるし、タイマーにもなるっていう大きさがね、便利さで、私がちょっと琥珀が入院中にカップラーメン食べたりカップスープ食べたりするときに、蓋が紙のやつとかなんかアルミみたいなやつのときに使えるように買いました。結構便利です。今ね、インゲンさんはクツクツと煮られております。たまに混ぜてあげてね、うん、あんま硬すぎてもあれだし、ゆるすぎてもあれなので、今5分のタイマーつけたんで、この5分が終わったら一回水で締めたいと思います。こうやって食べるものなんだよっていうのをね、居酒屋さんとかにさっきそう話したんだけど、添え物として上に乗ってたりするスナップエンドウはもっと細くてちっちゃいやつなんだけど、この時期だけかな、結構この太くて大きくて食べ応えのあるスナップエンドウが食べれるんですよ。ただやっぱ年齢層によってはこれの食べ方を知らなかったりとか、調理の仕方を知らなかったりとかするので、今日はさやはおめきし頑張ってちょっと皆さんに美味しいものを食べてほしいなと思って、ちょっと料理の初心者動画みたいなのをあげてみました。皆さんが楽しく栄養があって美味しく食べれるように、これからねちょっとちょこちょここういう動画が
これどうやって食べるのとか、これどうやったら美味しいんだろうっていうのものを私はちょこちょこちょっと上げていけたらいいかなと思っています。なんか皆さんが、そうだな、4月に一人暮らしとか始める人もいるから、なんか自炊の参考になったらなっていうのもあるので、あのさやの簡単料理レシピみたいなものもちょっとたまにはあげてみたいなとも今は考えています。ひたすらね、スナップエンドをあげてる、あのゆであげてるじゃないゆであげている動画なんですが、どんどん綺麗な緑色になっていくのがわかると思うんだけど、あとね、タイマーが1分46秒とかになってます。今ね、ちょっとね、これで。まあ、片茹でしてもいいんだけど、うちのゆきちゃんがあんま硬いとね、あんま好まないので、ちょっと今日は大ぶりなものもあったので、長めに茹でてます。この長さは、もう人によるかもしれない。めっちゃ柔らかいの食べたい人はもっと茹でるだろうし。でね、ここにほら、豆が出てきちゃってるんだけど、この豆はさっき裂けちゃったやつあるんだけど、その中から出てきたお豆だから、食べれなくはないので、このままお湯切りしたら食べちゃうと思います。ちょっと中火にしますね。ひたすら。さやいんげんの茹でているという画像です。そうだな、私がこうやって野菜の処理とかできるようになったのはおばあちゃんのおかげかなと思ってます。なんかおばあちゃん子だったから、農家してたおばあちゃんのとこにしょっちゅう遊びに行って、おばあちゃんが縁側でやってることをちょこちょこ手伝ってたりとかしてて、スナップエンドウとか、あとなんだろう、ちょっとね、記憶が曖昧なんだけど、野菜の処理とかは結構手伝ってた覚えがあって、はい、ストップになったよ。で、これをまず一旦ちょっと映せないので、よし、ごめんなさい、真っ暗にしました。これでいいで、ちょっとね、映せない場所があるので、うちはよし、スナップエンドの湯切ります。ちょっとね、今私がちょっと動いておきますね。力がなんか入らなくて、今お湯切りました。お湯切った状況だと湯気出てるんですが、これを、あ、一歩だけ残ってた、一本だけ残ってた、このスナップエンドウちゃんを、冷たいお水でね、こう締めるっていうんですけど、ルジが出てる中を冷たいお水でシャ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 ってこう冷ましてあげるんじゃないんだけど、くぐらせると、でちょっとあげて、さっきのザルにこう乗せると綺麗な緑に仕上がります。で、これは一晩冷まします。こんな感じですね。はい。今日はさやの、これどうやって食べるのって思っている人がいるかもしれない、スナップエンドウの剥き方と茹で方講座でした。うちは全部でだいたい25分ぐらい今茹でました。
まあ、これは、後で、冷めたらジップロックに入れて、食べる感じですね。さあ、今日も、さやの出たスナップエンドを、こんな感じですね。はい。皆さん、今日見てくれてありがとうございました。さやのお料理のスナップエンド講座、どうでしたでしょうか？もしよかったら、グッドボタン登録よろしくお願いします。バイバーイ。